原君が2塁打を打ちまして、その後の6番の金田君がツーベースを打ちまして、その後中田君が朝倉君が2塁打、そして金田君がフォアボール、デッドボールですね。そして今ノーアウトで1、2塁です。さあ、参考絶好のチャンスです。さあ、牽制、おー、惜しい。なんとかセーブだ。取り出してましたが、セーブです。戻りました。際どくコースがちょっとそれたんで幸いしました。なんか熱いよ。牽制球で厳しかったんですが、なんとか戻れます。その結果、今のヒットでワンアウトで2、3塁です。絶好のチャンスです。さあ、ここから大きな応援が来てます。今度はこちらの方、神宮球場、皆さん満員の中で大きな試合が展開されています。今日勝った方が神宮に行くようになります。夏の甲子園、西東京大会の決勝戦です。三沢三高は東海大菅生と戦っています。お互いに強力なチームです。で、現在東海大菅生2点リードしてますが、今日大が追いかけてきたところです。ワンストライクで、ワンアウトで2塁3塁となっています。チャンスです。さあ、同点です。すごい前に弾きました。右側のスタンドからはバッターに注目されています。さあ、試合になってきました。皆さんから大きな拍手が起きています。審判席は見どころです。野球を見つめる人たちがいました。先ほど2点が入ってます。
な拍手が起きています。メガホンの偉大さ感じるわ。やったね。ナポカイダスガの内野陣が詰まったところです。伝令が戻ります。リコールができたかな。6回の表に日大三高は大きなチャンスが戻ってきました。ピッチャーです。三塁一塁となっています。バントした。あ、ボールだ。三塁からランナーが帰ってきました。さらにセカンドランナーも帰ってきたところです。一気にこの回4点となりました。日大三高です。大きな拍手が受けます。日大三高です。かけるというような攻撃になります。このバッターに戻りました。参考から今ダブルプレーに見えたんですが、もう走ったランナーが6を走りまして一塁側は生き残りました。日大三高6回の表に大きなチャンスが来ましてヒット3本で現在4点を入れています。もう詰めを大詰めとか中盤の中で山場を迎えてます。同点に返したところの後にもチャンスが続きまして現在4点を入れてます。この回で1球4点を入れてます。第3投です。ボール3になりました。お尻がスタンド盛り上がってます。スリーボールワンストライク。スリーボールツーストライク。吉田さんも発見動画者の吉田さんです。今日は神宮球場夏の甲子園西東京大会の決勝戦です。強豪同士日大三高東海大菅の戦いです。アウトになりました。しかしこの回4点を入れて日大三高2点先行されていたんですが2点を見まして2点リードをして北海の表の攻撃を終わったところです。北海さんからリーダーから大きな拍手を出まして今選手を迎えるということです。すごいよ。